さあそれでは塗装していきますか、というか色を入れていきますか。ピュアオレンジってやつですね。ちょっとこう距離を保ちながら入れていきますか。タミヤのね LP はちょっとこう色味がね、色味じゃないな、結構シャビシャビしてるんでね、薄く塗り重ねて本来の色を足していこうかしらというところですね。一気に塗ってしまうと誰そう危ねこれ無地はこれむずいぞ、これ大丈夫か、ここまで来て失敗するの。これねすごい手かかったんだ。こうね、皆さんにはそのシーンお見せしてないんですけど、もう見せたらなべさんいつになったら塗装するのっていうぐらいのレベルになっちゃうから、で視聴者さんからね完成画像をもらったんですよ。まああのアップしたかなしてないかなぐらいの時期だと思うんですけど、完成ね、でまあそこに感想もいろいろこう書いてるかな、ね、か感想もつけてもらったんですけど、まあね修正箇所がいっぱいあったよという感じ。なんか弾くわけじゃない、これやっぱシャビシャビなんだな。相当こう薄く塗り重ねて色味を出していかないといけないな。ガイアのピュアオレンジ塗っとけばよかったかな、難しい、薄すぎて。逆にエアーツを上げて、このなんていうのかな、到着、この何塗装面に到着するまでに乾かす的な技法を取った方がいいような気がする。だからザラ拭きを繰り返して塗装していく感じ。マジムジー、これ色味はね結構つくんですよ、ちゃんとつくんだけど、いやーこれマジムジーな、これ全面に塗るのが、これ塗料足りるかな。じゃこの塗料もねさっき買いに行ってきたんですよ。なくて、この色ナベさんの作ったカーモデル見てもらうと分かると思うんですけど、純粋なオレンジを使った色ってないですよね。787もあれオレンジじゃないし、蛍光オレンジだし、いやいやいやこの色持ってねとか思って買いに行かなきゃとか思って、でせっかくだからやっぱりこの指定色塗りたいじゃないですか。まあキット的に古いからそれはね、あの X 表記というかそっちになっちゃってると思うんだけど、あ塗り重ねていくとやっぱりちゃんと色が映っていくな。だけどこの入り組んだとことかなかなか難しいな、これは難しい。このキットね、ほんとねさっき言ったみたいに塗装するまでに結構ね、いろんなとこ修正して、あのフロントのヘッドライトとグリルのパーツの部分とか、いやちょっと心配だから一回当ててみようとか思ったらもうガッタガタ、うわーとか思って、まあなんか時代を感じたねキットので、ね前回の動画でもそうだったんですけど、あれだったじゃないですか、結構引けがひどい、うわこれやっぱダメだな。これ見てもらうと分かると思うんですけど、あこれ分かんないな、カメラじゃちょっと厚く塗りすぎてか、シャビシャビに塗りすぎたな。あもうなくなった、うわやべ、これマジでやべ、1対1で薄めるの危険だったかな。これ以前もちょっと話したんですけど、タミヤさん、あのホビーショーの時にね、タミヤさんに聞いたんですよ、大体どのぐらいで薄めればいいんですって言って、まあシャビなの知ってたから、まあ、そうしたら1対1がいいですね、1対1から1対2って言われたから、あなるほどと思って、まあね、他の塗料と変わんねえなとか思って、うわ結構これむずっ、うわ舌が溶けてきとるな、これどうやって塗ればいいんだろう、これ下手くそ、
あれだな、こんな感じだな、塗料をあまり出さない、こう風を強くあれで塗料をあまり出さない、もう完全なザラ拭きだこれ。多分あれなんですよ、あの塗装する環境、要はコンプレッサーとかそういったものにすごい左右されると思うんで、鍋さんはね、皆さんご存知、あの非力なプチコンでやってるんで、打ち込んでやる場合はだいぶ塗料の出るのを絞って風を優先的に当てるようにしてやっていけばいいかな。まあちょっとこれ板乾かしたいんで他のパーツ塗っていきましょう。この間にはい、ボンネッツ。いやこれじゃちょっと薄すぎるかな、あまりに今塗装してあるものに色を塗ったからさ、そんな感じに見えたんだけど、ちょっと薄すぎるな、いくらなんでも。映ってる？映ってるね。多分パワーの強いコンプレッサーだったらエア圧を上げてもう普通にブシャーっと吹いていけばどの道風が強いからいいと思うんだけど、鍋さんのこのプチコンでやるとパワーがないから逆に塗料の出る量を抑えてエアを強く感じさせるというか、そういう風にやっていかないとダメなんじゃないかな。でできるだけこの距離をちゃんと保って、あの塗装したい面に着地するときには乾いているような状態のザラ拭きを繰り返しながら色を入れていくよという感じにしないと、そうザラ拭きで色をつけていくんだよね。じゃないとね、下のサフが溶ける多分ね、さっき多分それ溶けてたんだよ。だからちょっと塗り重ねて色を出していかないと。色はねすごいいい色出るんだ、こうやってちゃんと。ただ拭くのが難しいんだ。これはなかなかあれだぞ、うまく完成させると腕が上がりそうだぞと言い聞かせながら、でもね正直塗装じゃない、その形を成形してる時バリを通ったりとかはまらないからちょっとこうね形をちょっと癖を直してあげてとかやってる時結構楽しかったもん、なんかやってて、ああはまったはまったとか、ここ削ればいいかなってヤスリでゴリゴリ削ったりとかして、ほんでああはまったはまった、よしよしオッケーとか、なんか、ね、やってて楽しかったのは間違いないんだよね。あーいいな、旧キットって。なんかこのトラップか、トラップって言っていいのかわかんないけど、まあ当時ではこれがね良かったと思うよ。だけどなんかあーやってて楽しいなーっていう感じはしたんだよね。もうなんだろう、達成感がところどころで味わえるというか、多分最後にこうかんねちゃんと組み上げれた時の達成感はまたさらにいいもんなんだろうなーと思ってね。これザラ拭きしてるからさ、全然ツヤがないの。これだけどこのオレンジ色だから色ムラがね見えづらいんだ。これ多分組み上がった時に色ムラが見えちゃうんだよな。気をつけないとな。ザラ拭きで色をつけていきますと。でもこうね、黒サフはもう完全に見えない状態でしょ。だけどなんかザラ拭きを繰り返してから肉厚な感じになりそうだな。だいぶ落としておいたからいいような気がするけどね、もちろんまだねデカール貼ってトップコートもしていかないといけないからね。どうほらもうこの時点では一生懸命色味だけ入れておいて、あとで一回トップコート軽く拭いて、それからデカールを貼るとデカールの食いつきが良くていいかもしれない。そっちの方向でいきますか。まあちょっと仕上がった面にもよるけどね、とりあえず今は色ムラを
ツヤを出すことよりも色ムラがないようにやってこう。オレンジかっこいいな、こうやって見ると。何がすごいってね、ホコリがついてない。あ、やべえ、塗料なくなっちゃう。あ、なくなんねえ。やっぱ今こうやって出る量を抑えてるからかな、塗料の減りが少ないわ。よかった。じゃあなんか1本買って心配だったんですよ。なんかもう1本買った方がいいかなとか思って。タミヤの LP って 10ml しか入ってないから、どうしようとか、2本買っといた方がね安心だなとか思って。買っといてよかった、2本。よし、どうですね、綺麗なオレンジ。で、ウィングですね。まあ今日は塗装して終わっちゃいそうだな。真ん中のシルバーの部分はまあ別に真剣に塗る必要はないんで、まあかかっちゃうにはかかっちゃって全然問題ないと思うんですけど、いかんいかん、なんか一発で色を入れようとしてしまう自分が多い。そうじゃなくてゆっくり色を入れていこう。離して塗って、時間かかるなぁ。まあでもなんかちょっとこのオレンジ色の匂いがあんまりきつい匂いじゃなくてよかった。塗料によって結構あの苦手な匂いってね自分あって、色によってね結構あるんですよね、僕苦手な匂いが。まあメーカーの差もあるのかもしれないけど、なんかあのタミヤの塗料ってなんか比較的苦い匂いが多いような気がするな。そこはタミヤのあれかな、癖かな。タミヤの塗料の、あ、映ってる、映ってるね。うんね、徐々に色がついてきた。けどパーツのこの隅っこの部分がなかなか均等な色がつきにくくて難しいわ。見られた時にダサくないように綺麗に、まあ、特にちょっと今回のこの作品はまたちょっとね気合い入れて作らないといけないところがあるからな。なんか展示会があるらしくて、その展示会にこれ出してくれるっていう、ナベさんが作ったっていう感じね、っていうのも含まれてるんで、やっぱり中途半端なもの絶対作れないんだよね。ナベさんマジでやっぱり下手くそなんだって、まあ、やっぱりならまだいいかもしれないけどでもやっぱり、まあでもね、うまいって思われたいしね、うまくないけど、あ、まあいいんじゃないのって思われるぐらいにはな、ちゃんと仕上げておきたい。いいんじゃないの、いいんじゃないの、これでオレンジ色は結構いい感じで出てると思うよ。やっぱこのウイングの重なるつなぎ目のところはちょっと色がつきにくい。こうちょっと焦りすぎるとダメなんだよね。ちゃんと遠くから離して色をつけていってあげないとサフが溶けちゃうんだよね、ビシャビシャすぎて。どうだ、あんまりよろしくないな。ちょっと風を当てておこう。乾かすで少し距離を持たせてこうかける。まあでもこの辺にしようか。まあオレンジの色味的にはムラもなく綺麗に塗れたと思うんだけど、もう完全にこう色を塗るというよりも色をのせていくって感じだね。なんか眩しくて目がバカになってくるな。
さっきのボディの部分もうちょっとやり直しますか。モールドの部分がね、色が抜けてきちゃってんだ、溶けて、だから下の白が見えてきちゃってる。これをちょっとごまかさないと。これね、墨入れしてもね、ごまかせるときとごまかせないときがあるんだ。だからね、ちゃんとあんまり大丈夫だって思えるような状態にまで持ってかないと後で後悔するんだよね。あ、もうちょっとやっとけばよかったなみたいな。もう艶を求めるのではなく色を求めている塗装でしょ。もうザラ拭きでいいんだ。ザラ拭きで特にこの色が届きにくいところはな、本当難しいな。うわ、まだ濡れてるな、ウェットな感じだな。逆にザラ拭きすることによってこの艶が消えていい感じかな。塗料ある、あるある、まだ大丈夫。しかし今回なんかあれだな、ホコリが乗らないな。いつもだとあーとか言って言ってなるんだけど、あーってならないな。色味は綺麗に出てんだけど、まあでもたまにはこういう塗装シーンをノーカットでっていうと、ナベさんが大体どのぐらい塗装に時間かけてるかは分かるよね。まあでもいつものね具合だとこんなに時間かけてないですよ。結構このやっぱり明るい色で色を弾きやすいっていうか透けやすいっていうか、あの一気にかけてるとね、溶かして下の色を溶かしてしまうというような色はじっくり粒を乗せていくっていうような感じをしないといけないからね。今見てもらうと思うけど、このオレンジやるだけでどうだ、今もう16分もかかってるからね。見てもらうと分かるけど、プチコンってさ30分連続使用って書いてるじゃん。見ての通りね、15分でも結構長いんだよ。30分ってかなり長いからね。だから30分しか使えませんって書いてあっても結構ね十分だったりすることが多いんだよね。まあ作るキットにもよると思うんですけど、まあ、僕の場合ね、ご存知カーモデルメインで、で、まあ、ガンプラもやったりするけど、30分超えることねそうそうないよ今のところ経験上ね。30分以上塗装してましたっていう。30分結構長い。まあでも正直わかんないのよね、あの30分ってさ、こうやってこうザーって出してる時間が30分なのか、電源を入れてる時間が30分なのかさ、どっちって感じ。まあ電話して聞きゃわかる話だけど、まあ、理屈っぽく考えるとこいつは多分タンク式とかで自動停止のものじゃないから、常に動いている分、多分電源を入れてから30分なんだろうな。だからこう使ってなくても時間は進んでるみたいな。ああいい感じになってきた。ゆっくり色がついてきたわ。艶が出ないように塗装するっていう風に考えていけば結構いい感じに塗れるわ。ザラ拭きする、ザラ拭き、ザラ拭き、艶を出さない、艶を出さないってやっていくと表面的にはあまりよろしくなくても色はいい感じにつくよと。しかもこのオレンジって見る位置によってなんか薄かったり濃かったりするからな。結構俺で今このさ、へこんでるこのね谷の部分が、ね、あんまりいい色がついてないんだ。この谷の部分にちゃんと色をつけてあげる塗装の仕方をしていってあげないと。ここのケツのこの部分もちょっとあれだな、色が薄いな。オレンジというより黄色、黄色っぽいオレンジ。橙になるまでやらんといけない。これ見てもらうと分かるけど結構色薄くて、このモールドの部分が白くなってんだよね。この凸もへこもっていうの、デコボコしたところが
のこう頂点になる部分と一番谷の頂点になる部分、だからこれこそ本当にこうざらぶきして色を入れていってあげないと、やばい、なんかどうでもいい話したいことあったんだけどな、結構ちゃんとした話をしちゃったな。この黒く見えるところってさ、このモールド、これ黒サフなんだよね。黒サフが浮いてきちゃってるぐらい下の色を溶かしてんだよね。よろしくね。あ、そう、このね、ミラーの、このミラーじゃない、テールランプの部分もね、パーツが全然合わなくて中だいぶ削り込んだ、そういうシーン見せた方が良かったのかな。だけどこのキットを作る人自体がそうそういないだろうからな、古すぎてさ、持ってる人がいないよね多分。まあでもこれの流用カラーはあったりするかもしれないからね。あ、でもなんかそれってコメントでいただいたな、なんかどういうのがあってそれの再販としてイエガーが出た的なこと、確かコメントいただいたような気がする。ああ、塗料がなくなってきた。これ一気にブシャーってかけたいな。だけど多分かけたらえらいことになるよな。やべえ、マジでもう後取りはこんだけしかねえ。まあ上等か。距離を持ってザラザラするようにはあえて塗装して、塗面ではなく色ムラをなくすように塗装してあげて、なんかこうザラブキが綺麗にいくと逆になんかオレンジパールに見える、光がいっぱい見えるからオレンジ色のパールっぽいような。ちょっと喋りすぎて疲れてきたこっちにも集中してるし、向こうにさベタンって当たらないか心配だわ。車は長いからね、ガンプラと違って。最近のガンダムも結構パーツ1個がでかいやつもあるしね、武器関係がね。どう、だいぶこう艶はないけどムラもなくなったような気がするな。いい感じだと思うんですけれど、これでどうでしょうか。いや、これデカール貼るのがでも楽しみだな。ほんとデカール貼るのはねめちゃめちゃ好きだから楽しんで、まあうまいからじゃね、好きだからうまいかっていやまた別のお話でね。いや、いい感じにオレンジ 色みついたじゃない。いいじゃない、ちゃんとモールドの部分とか、あとねここ段ができてるじゃん。まあ、すげえ時間経ってる、まあやめとこう、もうこの辺でしょ。まあこの、ちなみにこの段ねちゃんと自分で掘り直したんだよ。段が浅すぎて、いやこれちょっと段ダメだと思って入れ直そうと思って段入れ直したんですよ自分で。ペーパーで削ってね、まあペーパーで削るしか手段がなかったから、よし、こんなもんにしとくか。はい、できました。ね、すごいザラザラ、ツヤないっしょ。ね、ザラザラして、なんかどっちかっていうとカメラから今見ると本当にあのオレンジパールに見えるわ。よし、でもこれでいいんじゃないかな。でもこれで一旦乾いて、しっかり見て色味を。地味だねえな、もうちょっと色入れたいな。こんなもんかな。こんなもんか、まあ、ちょっと深追いはやめておこう。よし、まあ、これでしっかりね乾いて、そしたらトップコートを入れますか、デカール貼りやすくするために。よし、では一旦カメラね、ちょっとかなり長々となってしまいましたけれど、雰囲気が伝わってくれたらいいかなと思います。よし、では一旦カメラ止めます。